はい、どうも、銀南と申します。今回で5回目ですね。謎の事件簿、危険なペット殺人事件です。危険なペットなんだね。危険な2人ではないからね。では始めていきます。俺の名前は神宮寺三郎。新宿歌舞伎町に事務所を構える探偵だ。今日も予告に連れられ町へとショッピングにやってきている。それというのも欲しい子供か今度は何なんだ。ペットが欲しいんです。かわいいかわいいペットを飼いたいんです。だってほらズタとかどうしちゃったのよ予告のマンションはペットは禁止だったろ。だから事務所で飼うんです。おいおい、先生だって野良猫を事務所に置いてたことあったじゃないですか。猫を事務所に置いていたことはカインドオブブルーだっけ。それに熊野さんに頼まれてシェパードだって。だからズタね。あれはだな、ペット。はあ、ブー、見に行くだけだぞ。やっほい、さすが先生、話がわかるーといった様子で、ヨコ君がダダをこねるから、これからペットショップへ行くというわけだ。ルンルンルーン。どうせ買えないんだ。見るだけで満足してもらえるか不安だな。先生、先生。ん？先生はどんなペットがいいですか？この人、飼う気満々だな。やっぱり小動物ですか？うむ、そうだな。ハムスターなんてあまり手間がかからなそうだが。餌と水を与えてれば四六時中走ってる感じがするしな。そうですかね。そういうヨコくんは何がいいんだ？クマです。強くてかっこいいので私にぴったりです。帰るわけないだろう。事務所が事件現場になっちゃう。ヨドバ署のクマさんで我慢してくれ。まったくだ。無理です。他に候補は？ワニですもっと無理だけどあの歯と鱗には引きつけられますね。俺が食われるから勘弁してくれ。もっと世間一般で飼われてそうなペットにしてくれよ。もう先生はわがままですね。わがままどっちだか言ってから考えることにしないか。そうしましょう。こんにちは、ペット見せてください。どうしたの？何よ、人の顔見るなりそんな声あげて失礼じゃない。いいから救急車呼んでちょうだい。どうしたっていうのよ。従業員が毒蛇に噛まれて倒れてるのよ。ちょっとお姉な感じかなこの人。早くして。どこだ？奥のブースよ。ヨコくん。はい。ここか？先生、中に人が。助けに行きましょう。もう顔色的に助けに行っても遅いと。ああ。
ガチャガチャ。くそ、入り口のドアは鍵がかかっている。開けられないぞ。私がドアをぶち破ります。待て、陽子くん、中には毒蛇がいるんだぞ。任せてください。てーい、ドカン。おとなしくしなさい。キシャーまあロボだからね、大丈夫でしょうね。この爬虫類め、シャー、てーい。よ、陽子くん。先生、ヘビはそこにあった箱に閉じ込めておきました。早くあの人を助けに。いや、ん？陽子くんがヘビと格闘してる間に確認したらすでに亡くなっていた。そんな。そして木の根元に鍵が落ちていた。密室ですか？わからない。先ほどの人に確認してみないことには何とも言えんな。密室だったら事故死ですよね。じゃあ警察に連絡します。そうだな。だが連絡は少し待ってくれ。え？おそらくこの人の死因はショック死なんだが、見てくれ。噛まれた傷はどこにある？首ですね。蛇に噛まれる箇所で最も多いのは足か手なんだ。調べますか？ああ、一度さっきの人のところへ戻ろう。はい。ちょっとあなたたち、警察はどうしたのよ。警察？先ほどは救急車とおっしゃってませんでしたか？そうだったかしら。それより、ナナミちゃんはどうだったのよ。ナナミ？ナナミちゃん？何よ。あなたたち、ナナミちゃんを救出しに行ったんじゃないの？被害者の彼女の名前か。あの人は、すみません、手遅れでした。先生？ところであなたは？私はこのペットショップの店長の森永森よ。すごいモリモリすぎる。モリモリって呼んでちょうだいそのままだったねというか、人に尋ねる前に自分たちが名乗りなさいよ。失礼しました。私は神宮寺三郎というものです。神宮寺？あの歌舞伎町の探偵、神宮寺三郎なの？ご存知ですか？ええ、まあね。それじゃあ、あとは私が警察に連絡するから、あなたたちは帰ってちょうだい。変なことに巻き込んでごめんなさいね。いえ、それが、彼女がすでに亡くなっているとは思わなかったものでして、彼女に触れてしまい、警察の聴取を受ける必要がありそうなので、待たせていただきます。では、警察が来るまで少し調べさせてもらいます。どういうことよ。いえ、情報を整理しておけば警察の聴取の時も説明しやすいものですから。そうなの？先生、うまい。ああ、すいません。早速ですが、一ついいですか？一つで済む？ええ、
あの蛇の入ったブースの鍵はスペアなどありますか？いいえ。あそこの鍵は一つだけよ。普段はレジの中に入れて保管しているわ。なるほど。ではまたお話を聞かせてもらうこともあるかもしれませんが。わかったわ。どうする？じゃあ調べます。少し調べてみよう。ここはヘビがいたブースだ。予告の活躍により今は安全に調べることができる。中を調べよう。どこを調べる？死体。首元に噛まれた跡、2本の牙の跡がヘビに噛まれたことを物語っている。他に外傷は見られないな。どこを調べる？ヘビ。この独特の尻尾、確かガラガラヘビという種類のヘビだ。猛毒を持っていて噛まれると患部から組織が壊れていくんだ。その症状がはっきりと出ていないからやはりショック死が濃厚だな。どこを調べる？餌入れ穴。これはヘビに餌を与えるときに使う穴だな。ヘビの餌ということは。どこを調べる？木の根元。ここに鍵が落ちていた。森永は鍵は一つだけと言っていた。つまりここは密室だったことになる。どこを調べる？地面。蛇の本来いるべき環境に近づけた仕様になってるな。緑は少ないが狭さを除けば十分な環境だろう。まあやはりこういうものは自然体が一番だとは思うがな。どこを調べる？やめる。話を聞く。森永森生に話を聞こう。何を聞こう？何をしていたか。すまないがここ1時間のことを教えてくれないか？ええ、構わないわよ。私休憩時間だからお昼を取りに出かけたの。ふむ。ななみちゃんに留守番を頼んでね。だいたい1時間くらいだったと思うわ。それで帰ってきたらななみちゃんがあんなことに。何を聞こう？被害者について。そうね、割といい子だったわ。割と？いい子よ、いい子。ちょっと勤務態度は悪かったけどね。何か確執を感じるね。何を聞こう？蛇について。あの蛇はガラガラ蛇か？よく知ってるわね。あなたここの店員にならない？いや、遠慮しておく。もう釣れないわね。それであのガラガラヘビ。そうそう、あのヘビのことを聞きたかったのよね。あなたの言う通り、あの子はガラガラヘビで名前はガーラちゃん。うちのマスコットとしてあそこで飼ってたんだけど気性が荒くてね。なるほどな。まあ珍しいってだけでお客さんは寄ってくるから結果オーライだけど、殺人ヘビがマスコットなんてちょっと厳しいわね。何を聞こう？鍵のこと。ブースの鍵は本当に一つしかないんだな。ええ、そうよ。ところで鍵はあったのかしら？ああ、ヘビのブースの中にな。ななみちゃんが持ち出したのね。
何を聞こう。服装について。それはマフラーか。これ、そうよ、おしゃれでしょ。室内でマフラーなんて暑くないか。そんなことないわよ。この色合いとか気に入ってるのよ。って、私の服なんてどうでもいいじゃない。何を聞こう。気になること。何か気になることはないか？特にないわね。どんなことでもいいんだ。やっぱりないわね。そうか。もう全部聞いたかな。やめる。推理できるかしら。推理する。まだ情報が足りないな。そうか。もう少し情報を集めるか。ってことは調べるのが足りないんだな。少し調べてみよう。ここはヘビがいたブースだ。予告の活躍により今は安全に調べることができる。中を調べよう。じゃあもう一回死体から調べよう。首についた2本の牙の跡がヘビに噛まれた証拠と言えるだろう。どこを調べる？ヘビ。ガラガラヘビだ。組織を破壊する毒を秘めている。ヨコくん、こんなのよく捕まえたな。どこを調べる？餌入れ穴。ん？これはなんだ？毛糸くず？何か違和感を感じるな。どこを調べる？木の根元。ここに鍵が落ちていた。森永は鍵は一つだけと言っていた。つまりここは密室だったことになる。どこを調べる？地面。ん？これはチーズ？蛇の餌か？鍵の落ちていた木の根元に近いところに置いてあるな。どこを調べる？やめる。もう推理できるかな？推理する。さて、推理を始めるか。推理を始める？推理を開始する？はい。では、推理を開始するぞ。さて、順を追って、今回の事件を紐解いていこうか。はい。まず、今回の件だが、被害者の死は他殺。他殺だ。噛まれている位置が首というのが不自然だ。被害者が蛇を噛まおうと思ってブースに入ったならば、蛇の位置を確認できたはずだ。つまり木などから奇襲を受けた可能性は低い。なるほど。そして凶器となったもの、それは、凶器は蛇だ。その証拠と言えるものが死体に残っていた。それは蛇が凶器の証拠は首の傷跡。首についていた跡だ。首の傷跡ですか？ああ、首筋の傷跡以外に外傷は見当たらない。そしてその傷跡は2つの丸い囲まれた跡。さらにブース内には蛇しかいなかったところを見ると、状況から見て蛇が凶器に使われたことは明白だろう。そうだったんですね。そして今回の事件、ペットショップという限定された空間での事件、
犯人と思しき人物。それは犯人はもう一人しかいないよね。陽子の顔ったらない。森永森夫。犯人は店長の森永森夫だ。ちょっと、なんで私が犯人なのよ。私は昼食に出てただけで、七海ちゃんが首を蛇に噛まれたなんて全然知らなかったわ。なんかどんどん怪しい発言をしているわね。そんなことないわ。何よその目は。だいたいね、あのブースは密室だったじゃない。あなたたちが蹴破ってあそこに入ったんでしょ。ふう、そこまで説明させる気か。お前はヘビで被害者を殺害した後、あるものを使って鍵をブース内に入れたんだ。それは何を使って鍵をブース内に入れた？マウス。マウスを使って鍵を中に入れたんだ。マウス？ああ、お前はマウスを使って鍵を中に運ばせたんだ。そんなデタラメを言わないでちょうだい。ふむ。確かにこればっかりは確実な証拠がないのが事実だ。だが、マウスの存在の可能性を示すものが存在している。それは、マウスがいたことを示すものは、チーズ。ブース内に落ちていたチーズだ。そっか。ヘビのブースなのにチーズがあることが不自然だろう。待ってちょうだい。なんだ？マウスはヘビの餌なのよ。全然不自然じゃないわ。餌に餌を与えるのか？しかも食べられる場所でか？それより、マウスがいたとしてもどうやって鍵を運ばせたのよ。それはだな、鍵をマウスの背に乗せ、紐状のものをどうした？マウスに巻いた。駒の紐を巻くようにマウスの周りに巻いたんだ。駒の紐を巻くようにですか？そうだ。マウスは生きていた。そうでないとあの位置まで鍵を運ぶことはできない。餌入れ穴に散らばっていた毛糸くず。それは俺の読み通りならば森永のマフラーだ。毛糸くずの色とマフラーの色が一致しているからな。マフラーを解いて紐にしたんだ。餌を与えるときに穴に毛糸くずが落ちていたにしてはあまりにも多すぎる。駒のように巻くことにより一定の距離を移動すれば毛糸は解けるように計算したんだ。なるほど。そしてマウスを使ったとなると一つの問題が生まれる。生きているマウスを鍵を落とす場所へ誘導しなければいけない。そうよ。一体どうやってマウスをそこに移動させたのよ。ふむ、では説明しようか。マウスの誘導に使ったもの、それは、マウスの誘導に使ったものは、チーズ。それはチーズだ。なるほど。ふふ、わかったようだな。先ほど言っただろう。餌に餌を与えると。まさにその通りだったんだ。
鍵を落としたいところにチーズを置いておく。そうすることにより、チーズを発見したマウスがそちらに向かうわけだ。そしてさっき言ったように、一定距離移動したマウスの背から鍵が落ちるんだ。こうして密室が完成したのさ。待ってちょうだい。まだ何かあるのか？あなたたちの推理は成り立たないわ。それは？あなたたちがブースに入った時、マウスなんていなかったじゃない。餌入れの穴は外からしか開けられないのよ。そんな状態でどう逃げたのよ。はじめからマウスなんていなかったのよ。そんなことでごまかせたつもりか？マウスを消した方法なんて考えるまでもない。それは、マウスをどうした？餌にした。マウスを餌にしたんだ。簡単なことだ。マウスはヘビの餌だ。鍵を落としたことを確認した後、餌入れ穴からヘビを入れる。そうしてこの通りヘビがマウスを丸飲みにして隠滅完成。どうだ？これでも推理は成り立たないか？あ、連絡した警察が。私の負けね。全部あなたの言う通りよ。私がガーラちゃんを使ってナナミちゃんを殺したの。どうしてこんなことを？ナナミちゃんはね、よくレジのお金を盗んでいたのよ。最初はお説教代わりにちょっと脅かせるくらいのつもりだったんだけど、ガーラちゃんが噛みついちゃってね。慌てて密室を作ったんだけど、あなたたちが来ちゃったってわけ。ナナミちゃん、ごめんなさいね。これで一件落着ですね。ナナミちゃんごめんなさいで済む話じゃないけどな。ああ、そうだな。じゃあ帰りましょうか。ペットを飼う話は？ああ。で、なんでそのヘビを連れて帰ってるんだ。ペットだもん。しゃー。ほら、この子も事務所が気に入ったみたいですよ。そういう問題じゃない。それに私たちは牙と拳で語り合ったんです。強敵と書いてペットと呼びます。北斗の剣みたいになってるけど。しゃあ、いいから返してこい。やだ。というか先生、なんでそんなに震えているんですか？怖いからだ。そっか、緊張してるんですね。ガーラちゃん、先生の緊張ほぐしてあげて。しゃあ。嘘ですよね。しゃあ。ガブリ。ギャー。推理成功エンド。終わり。先生。どうした、陽子くん。クリアしたことで新しいルートが発生したみたいです。何？きっとガーラちゃんが大活躍するんですね。それだけは勘弁してもらいたいところだな。では2周目です。序盤にね、選択肢が出てきました。ペットショップへ行く？行くとさっきの事件が始まってしまうので、
行かないを選択します。陽子くん、やっぱりやめないか？は？陽子くんのことだ。どうせ飽きて面倒見られなくなるのがオチだ。ペットを飼うってことは責任をしっかりと持たないとダメだぞ。そんなことないです。本当か？当然じゃないですか。私は慈愛の陽子さんですよ。いや、そんなの初耳です。ムキー、そういうところが怪しいんだ。上等です。わかりました、わかりましたよ。いつもので決めましょう。望むところだ。私の出す問題を解くことができたらペットを諦めます。ああ、勝っても負けてもダメな予感がする。じゃあ行きますよ。 A グループ0101-0503-1103、 B グループ0000-0121-1111。 さて、0602と0211はどっちのグループ？ふむ。さあさあ、いつでも答えてください。ああ、どうする？問題を確認します。問題を確認させてくれ。 A グループ0101-0503-1103、 B グループ0000-0121-1111、 0602と0211はどっちのグループ？どうする？じゃあ問題をもう解きます。さて、解かせてもらうぞ。この問題のポイントは、ポイントは数字が日付を表す。数字が日付を示しているんだ。示しているものは、示しているものは祝日。示しているのは祝日だな。0602は6月2日は何でもないよね。 B グループ、 B グループだ。0211は、0211は A グループ、 A グループだ。つまりはこういうことだ。 A グループの数字を考えてみると、0101、1月1日、元日。0503、5月3日、憲法記念日。1103、11月3日、文化の日。このように祝日の日付になる。それに対して B グループ。0000、0月0日。これだけでは日付でもないな。0121、1月21日。該当なし。1111、11月11日。該当なし。むむむ。つまり、0602、6月2日。該当なしで B グループ。0211、2月11日建国記念日で A グループになる。どうだ？ああ、もうどうしていつもいつも。まあこの程度は朝飯前さ。うう、約束通り諦めます。まあ、
今日みたいに行き当たりばったりではなく、計画的に考えて事務所の環境を整えたら飼ってもいいぞ。大型のペットはさすがにやめてくれよ。はい。おいー、何ですか？何ですか？じゃない。そのヘビは拾ってきました、じゃなくて、そのヘビはガラガラヘビといって毒ヘビなんだ。へえへえ、じゃなくて、とりあえず何かの箱に入れてくれ。今のところ噛まれてないから大丈夫ですよ。噛まれてからじゃ遅いんだ。噛まないもんね。しゃあ。やめて。ガブリ。噛まれた。あぎゃー。おまけ解決エンド。はい、ありがとうございました。謎の事件簿、危険なペット殺人事件はこれにて終了です。今回の謎の事件簿、なんか犯人がね、の数、犯人っていうか容疑者の数が一人だったり、いっぱいいたりとかね、まばらだったね。はい、では次回ですね、謎の事件簿のね、DS 出張版ってやつが、出てきましたので、そちらを撮っていきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。次回に続きます。